マコ会でーす。いやー、なんこのテンションは。はい、ということで始まりました。ドライブ最終回です。はい。はい。最後のメンバーですという感じかな、どちらかというと。なんと僕が最後ですか。そうっていう、それはもう俺が決めたわけでもなく、みんなが、まあ、みんながおのおの決めていった。はいはいはい。なるほど。マコが一番だから誘おうとされなかったんで。一番僕が辛抱なかったっていう結果です。誘おうとされない。いや、冗談ですけども、はい。そんな感じでやっていきたいと思うんですけど、最後のドライブにはなりますね、一応。まあ、今日はいろいろ話しつつ、ご飯に行こうかなと思うんですけど、まず何食いたいですか。寿司かな。寿司？まあ、和食系が。和食ね、はいはいはい。ね、なるほどね。はい。最近何してんの？最近？最近何してんの？まあ、編集がメインですね、普通に。まあまあ、そらそう。そらそうやん。編集がメインやねんけど、はい、なんか、あの、メンタル的な、その、何を考えてんのよ、最近は。まあ、この動画公開される頃には、花で、あの余域はもう出てます、ね。あの余域って、あの余域って、言い方悪いけど、まあ、そういうことが出てる。メンタル的には、まあ、3月の末まで花で、そうね。なんですけど、まあ、それをどう充実させるか。まあ、そうね。それはまあ、みんな、はい、みんな同じよね、それは。ですね。うん、まあ、プラス、まあ、4月以降何するか、ですね。あ、そうね。それむずいよな、その両立。そうですね。その両立結構むずくない。3月までは花で頑張るを、に重点を置きすぎると、うん、まあ、まあ、置くんやけど、うん、4月以降のこと一旦考えたくないっていうのも出てくるし。いや、ほんまに。でも、それをやりすぎると、4月以降ほんまに何しようって急になるから。うん。そうですね。それはもうでも、結構前から言うとったからな、花をも。そうだよね。そう、やめる、やめる、やめない問題に関しては、もうだいぶ前から言うとったから。まあもうみんなもまあ多少の心の準備はできてたんじゃないかなとは思うけど。そうですね。ああ。心の準備はしてました。うん。ただまあ、体の準備はちょっとまだできたよ。なんなんそれ。どっちかというと心の準備の方が大事やろ。じゃあ大丈夫です。大丈夫大丈夫。まあやり残したことないように。ないように。とりあえず。来年何するんですか。まあ来年は。それが多分メインなテーマになりますよ。はい。ここから先は、はい。はい。まあちょっと僕、映像プロデューサー的なポジションをちょっと目指そうかなと思いまして、僕映像とかね、動画めっちゃ好きなんですけど、はいはい、それをまあ作って、で、よりいろんな人に届けたいみたいな気持ちはめっちゃ、はいはいはい、あるので、具体的に何やるとか決まってるんですか？それはちょっとまだ決まってないですね。あ、そうね。まあ、それを目指す方向で、まあ、どうやって目指していこうかなをここから考えていくって感じ。そうですね。なるほどね。まあ今、一応フリーランスでやってるんですけど、はいはいはい、あの、まあなんか勤めつつ、うん、なんか個人での仕事も、まあちょこちょこ、頑張って広げていけたらなっていう。そうなってくるとやっぱ、まあ就活的なムーブをするわけやん。まあ、要は、転職的なムーブ、ね。転職的なムーブをするわけやんか。はい、それ、今からやってた方がいいんじゃん。さすがに。さすがに。さすがにそれ今からやってた方がいいんじゃん。さすがにやってた方がいいと思うで。なんでやらへんの映像制作ね。そうですね。まあわかんないですよ。その制作関係もしたいし、うん、プロデュースというか。出演せずに、誰か出演させて、伸ばすみたいな、そういうこと。そうそう。そういうことやな、プロデュースって。そうですね。花伝やったら、まあ、演者とか司会とかもたまにあったりしてるけれど、まあ、ほんまに完全裏方。うん。まあ、あれですね。あの、秋元康ですね。おー、すごい。すごい。もうアイドルプロデューサーやな、それはもう。今撮ってんの11月末ぐらいなんですか？そう、今11月の26かな、今。まだ全然ちょっと花伝離れできてなくて。もともと11月中まで、じゃあ花伝 100% 頑張って、うん、1月2月ぐらいでもう完全に決めようかなみたいな。次決めて、はい、で、まあラスト3月は、はい、まあ花伝、うん、最後頑張ってっていう風に思って、うんうん、まあでも、うん、お前のキャパを130にして、30% で就活するって考え方もあって。うん、そういう考え方もある。そういう考え方も。まあでも俺結構そういう考え方取っちゃってる今。一旦キャパ 150% にして、うん、自分の仕事 50% でやって、うん、花伝100でやるっていう。100でやりくりするってなると、花伝はやっぱどうしても下げなあかんくなっちゃうから。そうだね。やっぱそれはやっぱな、ちゃうんよな、自分の中で。その終わってみたら、あれやっとけばよかったって、どうあがいても出てくるから。まあ、それは置いといて、まあでもやりきった感は、どれだけあるのかって考えた時に、やっぱや、うん、それは頑張るっていうのは大事なんよね、結局。うん。うん。まあ、ただ、4月以降、具体的にほんまどうするみたいな話も、リアルに大事になってくる。だそうなった時に、まあ、まあ実際みんなのね、その後のキャリア問題っていうのはやっぱ抱えてるからね、やっぱみんな。まあなんか花尾さんは旅に出そうな感じがしますが。まあそうだ、まあでも、そのために辞めるんでしょ。ってかそれを YouTube 辞めてからやりたいからっていうのもあるんじゃない？やっぱその、
まあ、あいつの中ではもうだから、残り3ヶ月本気出したらもう YouTube はゼロっていう感じなんかなと俺は勝手に思ってるけど。うん、まあ、でもなんか、チラチラ出るんかもしれんけどな。なんかあいつの性格的に。電話のチャンネルとかね。いや、そう、まあ、それもあるやろし、うん、で、それ別に読んだら出ると思うねんな、うん。出ると思うし、その自分で、あ、これおもろいってなったら、うん、なんか適当になんか意味わからへんアカウント作って動画上げてるとかやってるかもしれないな。ニュアンスとしては、花尾伝顔を引退するっていう話やから。うん。確かに今の、花尾さんの個人チャンネルあるじゃないですか。仮暮らしの花尾って。ねえねえ。ソロ暮らしの。あ、ソロ暮らしの花尾って。あれ動くんじゃない？あのアカウント動く可能性あると思うで。お悩み相談。僕、どうしたら結婚できますか？それ、むずすぎるのよ。その議題ってむずすぎるのよ。そもそも。逆にさ、聞いて解決したことあるんかなと思う。世の中の人。聞いてみたい。その聞いてこいつに、何々言われたから結婚できましたってあるんかな。いやないやろ、そんなの。ないと、マジで。まあまあまあ、大丈夫でしょ。そのメンタルの干渉剤になるだけしかできひん、俺。そんな別に、あとなんか例えば結婚もな、結局まあメリットデメリットあるからな、みたいな。そんな、そんなこと言ってあげることしかできんよ。なんか俺、まだしてないだけっていう。ああ、いいんじゃない いいでしょ、別に。思って。いや、それでいいと思って。別に、なんか直近で俺と花尾がなんか運良くか悪くか、ほぼ同時期に結婚したっていうのは結構珍しいことやと思うし、まあ焦る人もいるんかもしれんけど、いや別にその一人のメリットを考えるべきよ。いいように考えるっていう、であるべきやから。うん、俺だって結婚してから、うん、結婚のメリットだけに目を向けるようにしてる。俺は結婚してなかったら、結婚してないことのメリットしか考えへんっていう性格やから。結婚したらしたらめちゃいいことがいっぱいあると思うけど、うん、自由にね、どんだけ遊んでも、ね。自由。これ相当メリット。誰にも怒られない。そう、誰にも怒られないっていうメリットがあるわけ。簡単に引っ越しできひん。ああ、あるね。まあ子供できたら育て、もうに時間も。注ぐようになるし、まあ、そりゃそうだ、そうなるよな。仕事とかの時間はまあ動画いても減るみたいな。そうやな。から、まあ、ほんまプラプラできる。そうやで、せやで。だけどその結婚したことによって、まあ、そこは目を向けない。それをデメリットとも思わない。もうそういうもんやと思ってて、でも結婚すると日々寂しくなります。寂しくないし、二人で楽しむとかもできるし、で、あとなんか遊ぼってわざわざ言わんでも一緒にいるわけやから。うん、逆に言うと一緒にいすぎるわけよね。それをどう楽しむか。うん。何も考えへんかったらな、実は夫婦って結構、崩壊していくんや、どんどん。多分。だからこう一緒にいるの当たり前になるから。うん。だから、それにならないように、日々、スパイスを加えるっていうのを俺は楽しんでやってるっていうメリットやと思ってんねん、俺。さすが、たまるクエストの勇者。そうやで、そうや。俺たまるクエストの勇者と花嫁、勇者と花嫁やからさ、俺ら。俺は勇者と花嫁やから。そんなのええねん。てか、お前の次のキャリアの話。はいはいはい。まあでも、まあもし次、なんか例えば、4月から就職するとしたら、まあ新しい出会いがあるかもしれない。それはもう、かもじゃなくて、あるから。かもじゃない。ちょっと女性社員多いとこちょっと目指そうかな。でもそのなんか新しく就職をすることを、女性社員と出会えるっていうファクターに重きを置いている。まずい状態です。これまずい状態。ごめんなさい、まずい失敗するわ、マジで。そろそろ天ぷら屋つくんで、そろそろ天ぷら屋さんに行きたいと思います。はい。天ぷらうまそう。うまそうやで、これは。さすがに。塩もあるし、すだちみたいなのもあるし。いろいろあるぞ、これ。全部うまそう。うん、天ぷらのつゆでいくんやね。はいはい。お、一口で。うまい。お前食レポできない芸人やん。うまいでしょ。うん。ちなみに何がうまいんすか。でもなんかめっちゃ天ぷらやねんけど、この衣、うん、とこ全然油もそんな重ないし、めっちゃサクサクし、サクサクして量も食える可能性があると。うん。やし、なんかすごいつゆも染みてるし、美味しい。だいぶぽいこと言ってるね。お寿司です。天ぷら食い終わった後はめちゃくちゃうまそうじゃない？めちゃくちゃうまそう。あれ、寿司と天ぷらの店ですから、どうですか寿司。天ぷらじゃなくて寿司の方は。神。神来た。神降臨した。ほら来たやん、ほら。よし、オッティと来た店が同じです。
はい、ということで、めちゃくちゃうまかったな。いやー、うまかったんすよ、マジで。ということで、この、はい、恒例ドライブ企画最終回ということなんですけど。けど、もう一周やってもいいんじゃね知らんけど。毎年、はい、で、一周するっていう。年一周コース、構成で。で、一年の成長を見ると。あ、そう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 。前の時はこうやったけど、今どうなんみたいな感じの話し合いをしていくっていう。一年分にあったら結婚しとるやないかい。あ、全然あるかもな。全然あるかもな。そんなん全然おもろいしな。第2回。はい。を誰から行くか。これ決めてみるか。最近やってないやつ、だから大昔にあった。まあ、あれってね、清丸、ゆうゆうあたりで行きたいな。アナウンサーの話なんですね。アナは、やめてからちゃう。やめ、解散してからやるわ。なんなんお前っていう。はい。じゃあ誰に電話する？ひろまる言っておきますか。はいよ。じゃあ、ひろまるさんちょっと、はい、はい。かけてみて。俺の携帯のにね。いつもと逆やな。いつもと逆っていう。寝てるかな。いやー、この時間どうなの？大学行ってるんちゃうんかな。あ、大学やった。大学、今って今日、平日今日。土曜じゃないっけ？土曜よ。彼女は何してるかちょっと全然わからないんですよ。うん、謎。まあ、出なさげやから。出なかったということで、これ後でまた電話かかってきて、はい、なんでしたかって絶対なるやつ。はい。これ多分年内最後のドライブ動画だと思うんで、2023年はピロマルからスタートってことで、またこう期待という感じで、はい、皆さんよろしくお願いします。ということで、はい、本日の日常電源場になります。ありがとうございました。ありがとうございました。